おはようございます。今日は4月28日日曜日、保選の日がやってきましたね。で、今日はね、ちょっとね、短めにね、はい、ちょっと実験的動画を作っていますっていうのは、えー、昨日ね、このサムネ、無理が語る首相お粗末電話聴取を、この動画をね、作ってアップロードしたら、あのね、ポリシー違反で、 削除されましただけどねあのアップロードする時にねあのチェックが入るわけです。はいえー、チェックをしてあの広告がつけられるかとかあの内容に問題がないかっていうのを、えー、YouTube 側がチチチチチチチてと <laughs> チェックをしていて最後に、はい「問題は検出されませんでした」という 文字が出たところでアップロードしてで、ね、あのアップロードまで、ね、問題なかったんですよね、それで何人かの方はあのこの動画をすでにあの見ていらっしゃると思うのですがあの、ね、何時間後くらいかなユーチューブからメールが来てこの動画はもう削除しました、<laughs> えー、も,うもう一方的に削除で。 で、なんかポリシー違反なんですよね。で、あのね、何が悪いかっていうのは教えてくれないわけです、はい、こうも,もやんとしてるんですよね。えー、もやんとしていて、ね、何かの、えー、このポリシーだったかなあの、ざっくり示されるのですが、よくわからないで、このサムネがまずかったのかな、でもね、あのー、この岸田君が森に、 あの電話をした件を、岸田が何を言ったかを、えー、森君がばらしちゃってるという内容の記事なんですね、でこの件はあのつ月万冊もあのガンガンやってるので <laughs> あの、私の方はね、おとなしい、かなりおとなしい内容ではありました、で、今ね、このサムネを出しているのは、このサムネがまずかったのかどうかの。 検証を1個したいでも多分ねそれじゃないと思うんですよね、うん、で私はね1つだけねあこの言葉言っちゃってまずかったかなっていう言葉はあの削除された動画の中で言ってましたでこれなんか引っかかるかなと思ってたのですがアップロードの時点では あの問題ありませんでしたからちょっとほっとしてたんですよねああの言葉良かったんだでねその言葉っていうのはあの二階くんがねあの二階くんね何とか説が流れたんですね何 <laughs> とか説のところも昨日は言ってましたあのだからあのお亡くなりになった説が <laughs> 流れた時があってそれを知った二階くんがそれを言ったやつをえぶ,ぶち何とかすると 言いましたという話をていうか言葉を入れて私はそれを言った後あこれ YouTube 的にちょっとまずかったかなと思ったのですがでもアップロード時にはあのその言葉を使ってても OK だったで、えー、何時間か経った後はいポリシー犯です削除です」ってなったのは誰なんだろう最初はね AI による。 あの検査みたいのがあって、でね、後から人間の,あの検,検査かな、あの審査が入るってことは、誰かが通報した可能性もあるかなとね、あの思いましたね、うん。それでね、それでちょっとね、思い当たる節があるのは、この動画を上げる前にね、あのなんかすごい変なコメントが来ました。 でそれはちょっとねあの、お見苦しいので削除したのですが、でな,なんかあの私の動画をあの嫌っている人が通報したのかなっていう気もちょっとしたんですよね、でそうするとあの、今後、またあるな、<laughs> また通報される可能性があるなとちょっとね、思いました。 うんで,でもひとつき万冊はこの手のことを、まあ、ガンガン言ってる、まあ、でも言葉は気をつけてますよねで,、あのー、でもしかしたら今後の動画も、あのー、こういうことになるかなというね <laughs> あなくなっちゃうとか、あのー、で心の科学はね多分大丈夫このニュース系だと思いますあの削除。 されるとか通報される場合はね。はい、えーで。で、ちょっと気をつけていきたいとは思いますが、あのー、昨日のね、警告はね、今回はね、初めてだったので、まあ、このチャンネルでは、あのー、ポリシー違反初めてだったので、あの、ペナルティはね、ないみたいです。あのー、普段違反をすると、ペナルティになっていって、それが、 4回ペナルティを食らうと、えー、っとね、投稿停止処分ってなっちゃうんですよね。それはね、90日間で4回だったかな。えー、でも、それにはカウントしませんよという警告でしたが、ちょっとね、今後がね、ちょっとわからなくなったっていうかね、なんかこれ、1回で済まないかなという。 予感もしてます、はいえー、であのー、まあそれほどね、あのー、かといってなんかががらっとこうね、あのーえー、その形を変えるのもなんか変かなっていうかね、あのー、視聴者の皆さんからするとえー、なんかあのつ,つ,つまんなくなっちゃったとかね ちょっとなんか買いすぎじゃないみたいに違和感もあるので今までのトーンっていうかねそれをそんなに変えるつもりはないのですがただちょっとねまるまるワードは <laughs> 気,気をつけますはいで,で はい、そういうわけでねちょっと実験してます今回もこれが削除されちゃうかどうか <laughs> はいでねでもちょっと今日補選もあるしね補選のこともこれから語っていきたいのですがあの自由に語れるかどうかで今日はちょっとお出かけするのでねあのもう補選のことはね明日以降お話しするかと思いますがとりあえず今日はこのサムネで もう一回出してみて、まあ、中身はね、昨日と全然違いますが、これが削除されるかどうかを、えー、見たいと思います。はい、えー、では皆さんあ、もうゴールデンウィークに入りましたね、昨日からね。はいえー、楽しいお休みを。ではまた、バイバーイ。